ヘンドリック・ホルツィウスは、オランダの版画家、素描家、画家。有利飛行国のミリブレクトで生まれた。ホルツィウスはバロック初期のオランダのエングレービングの代表的作家で、輝かしい才能と革新的技術を持っていた。ホルツィウスは、数年間、父親の下で、ガラス彩色の勉強をした後、オランダ人版画家 DV コールンヘルトに、ビュランの技術を教わった。 コールンヘルトは、さほど実績もない人物で、ホルツィウスはすぐに師匠を追い抜いたが、師匠と弟子の立場は守り続けた。また、木版画出版社のフィリップスガレに雇われ、ルクレティアの生涯を描いた、連作版画を制作した。21歳の時、ホルツィウスは、いささか年のいった未亡人と結婚した。彼女の出資で、ホルツィウスは、ハールレムに店を構えた。 しかし、妻との関係は、良好とは言えず、ホルチィウスは、健康を害するまでに至った。1590年、ホルチィウスは、思い立って、ドイツ経由で、イタリアに旅行し、そこで見た、ミケランジェロの絵に強い衝撃を受けた。ハールレムに戻った時には、健康も回復していて、それから死ぬまでその地で作品を作り続けた。ホラティウス・コクレス・ホルツィウスのことを、 彼が尊敬した、ミケランジェロの風変わりなイミテーションと断じる意見も、あるようだが、ホルツィウスの肖像画は、仕上がり、具合からも、人物の正しい把握からも、なかなかの出来で、その中でも特に実物大の自画像は、際立っている。ホルツィウスは、膨らんだ線の使用に関してほとんど前例のない、レベルに達している。円形からの会長効果を生むために、ビュランは、より厚く、 薄い線を描くよう扱われている。ホルツユースは、点と菱形の技法のパイオニアで、会長の陰影をより精密にするために、点は、格子模様によって作られた菱形の空間の中央に、打たれていた。ホルスタインは、ホルツユース作の版画を388点としているが、彼がデザインを提供して、他の版画家たちが制作したものは574点以上あると、言っている。 デュランの技術に関する限り、ホルツィウスはアルブレヒト・デューラーに引けを取らないのかもしれないが、それ以外の技術は他の優れた版画家たちに及ばない。それでもトッピーサと角の巨色はそれを補ってあまりある。作品も美しく自由奔放である。ホルツィウスはバルトロメウス・スプランヘルの描いた絵の版画家で名声を高めた。人類の堕落。 ポルツィウスは42歳の時から絵を描き始め、そのいくつかはウィーンの帝国コレクションにあるものの、この分野では特に傑出したものは見当たらないように思える。キアロスクール版画もわずかながら作っている。ありがとうございます。